花のメジャー、そしてその上には花のライト。面白そうですね。カプセルトイちゃんです。今回も最新のカプセルトイをどんどんご紹介していきます。少しのお時間お付き合いください。まず最初に回したのはこちら、ツペラツペラのノーズメジャー、全4種500円です。鼻の穴からメジャーが出てくるそうなんですが、どういうことなのかなーって考えてたら怒られました。 Don't think、 メジャー考えちゃダメだ、メジャーだよ、そう書いてありました。面白いですね。開けてみましょう。そしてラインナップの確認です。ツペラツペラのノーズメジャー、ツペラツペラさんっていうのは2人組のユニットで、面白い絵本や NHK の番組ノージーのひらめき工房のデザインなんかをされている方たちです。一つ目はうどん、そして鼻血、次は鼻水、鼻毛の全4種です。もう私も大人ですけどね、鼻水とか鼻毛で楽しい気持ちになってます。さあ中身見ていきましょう。今回当たったのは鼻水です。やったー、鼻水だー、やけに喜んでみました。わーすごー、鼻水を引っ張るとメジャー出てきました。面白ー。ただ面白いだけのカプセルトイかと思いきや、メジャーもしっかりしてる。おーおーおー、なんかね、本当にメジャーとして使えると思う。メジャーとして使いたいです。メジャーを出す時のカチ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 っていう感じもしっかりと作られてるんだなって伝わってきます。裏側に磁石見えましたね。今後で冷蔵庫にくっつけましょうか。鼻水の部分は柔らかい素材でできています。このカチカチ感いいですよ。そしてシュルト、いいメジャーだ、いいメジャーだ。カチ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 、シュッ、鼻水が垂れて吸って、いい鼻だ、いい鼻メジャーだ。あ、シュルン。ラインナップそれぞれに顔のシールがついていて、鼻を真ん中に置くと顔になるそうです。後ほど冷蔵庫に貼ります。鼻メジャーめちゃくちゃ面白いですけども、今度こっち、ツペラツペラさんのノーズライト、鼻が今度はライトになってるんですって。これも楽しみです。全4種500円です。どんなのが出てくる。Don't think、 イルミネイト、考えるんじゃない、光るやつだよって書いてますね。さあ開けていきますよ。パカーン。ラインナップ、ライトカラー赤、ライトカラー緑、ライトカラー白、ライトカラー青の4種類です。光の色が違うみたいですね。今回当たったのはこれは何色だろう。ライトつけてみましょうか。この左の鼻毛を引っ張るとつくみたいです。参ります。赤です。今回当たったのはライトカラー赤ですね。左の鼻毛を引っ張ると消える、ついたり消えたり。この音聞いてください。このカチカチというクリック感がとても気持ちいいです。先ほどの鼻メジャーと比べると形はほぼ同じですね。でこちらの方にも顔シールがついていて、冷蔵庫にくっつけるとこんな感じになります。とっても面白いです。次に回したのはこちら、うさぎの餅つき肉マスコットフィギュア、全5種400円です。筋肉ムッキムキのうさぎが餅つきをしているフィギュアです。ムッキムキすぎて薄割ってるやついますね。さてどんなのが出てくるんでしょうか。確かに月のうさぎは餅つきしてたらムキムキになるでしょうね。パカーン。ラインナップ確認です。薄餅うさぎ、つきてうなぎ、返してうさぎ、あ、うなぎって言った今。
つきてうさぎのびもちつき、うすわりうさぎの全5種です。なんとつきてうさぎと返してうさぎはペアになってますね。今回当たったのはこちら、うすもちうさぎです。ムッキムキですね。キネの持ち方もなんか強い感ありますね。お尻もプルプル、力士みたいな体してますよ。で、土台がついてて足につけたらスクッと立ちます。顔を隠したらムッキムキの真っ白おじさんです。顔はウサギ。もう一回ラインナップ見てみます。うすもちウサギが当たったんですけど、このペアになるやつも気になる。で、つきてウサギも気になる。うすわりウサギは初めから気になってる。いいラインナップだな。全部欲しくなっちゃいますね。どうしたものか。さて、次に回したのはこちらです。グレ猫マスコットフィギュア2。猫がグレてます。そしてシークレットもあるみたいなんで、シークレットをご紹介できたらいいなと思って回しております。さて、何が当たったでしょうか。ラインナップ見てみましょう。パカーン。グレ猫マスコットフィギュア2。ミケ、サビ、サバトラ、シャム、シャトラ、ハチワレ。チーカワのハチワレとえらい違いですね。チーカワこれだったら人気ないだろうな。そしてシークレットです。今回当たったのはこちら。そうです、シークレットが当たったんです。さすがカプセルトイちゃん、上手ですね。一発でシークレット当てました。このスケバンすごくいい。もう一番当たりだと思う、やっぱり。で、何気にスカートを覗いてみるけど何もなくて安心してます。いいですよ、このポーズといい、表情といい。唯一のメス猫ですからね。いいですよ、手がね、こうぐるんとなって何やってんのよって感じになってます。メイクもすごいな、スケバンだな。アイライン紫がバッチリ入ってます。そしてこの耳の部分、喧嘩しすぎて怪我しちゃったんでしょうね。あ、一人ぼっちで寂しそうですね。彼氏探しましょう。さて、もう一回回しました。彼氏になるのは誰でしょうか。スケバンのシロちゃんの彼氏、出ておいで。全員悪ですからね。さて、どの子が彼氏になるんでしょうか。ちょっとさ、私話があるんだけど。だよ、急にめんどくせえな。彼氏はチャトラでした。私さ、好きなオスができたんだよね。いきなり別れ話。続きは後ほど。次に回したのはこちらです。コアラのマーチ、たくさん入るエコバッグ、全5種400円です。高さが40センチ、横が27センチ、お弁当も入る9センチのマチ付きって書いてますね。本当にたくさん入るのかチェックしてみましょうか。ラインナップ確認しましょう。コアラのマーチ、たくさん入るエコバッグ。本当に入るのかな。チョコレート、いちご、マーチくん、ワルツちゃん、そして総柄とコアラのマーチ柄です。今回当たったのはこちら、ピンク色いちごです。たくさん入るって書いてるけど、どれだけ入るんだ。試してみましょう。買ってまいりました。こちら、たくさんのコアラのマーチいちご味です。全部で7個買ってきました。だいたいこれぐらい入るんじゃないかなっていう予想のもと買ってまいりました。さて、見てみましょうか。おっと、でかい。でかいです。でかすぎるかもしれない。画面からはみ出しております。でかいでかいでかい、すごくでかい。画面に入りきらないよ。ちょっとカメラ引きましょうか。すっごくでかい。そして可愛い。いちご味の子、女の子なんだ、コアラ。ちょっとカメラ引きました。そして入れていきましょう。これが9センチのマチ1個。まあ1個は入りますよね。そして2個、3個、4、5、6、7、7個余裕で入っちゃいました。本当にたくさん入る。
で予備で買ってたチョコレート味、これも入れましょうか。8個、あ、8個ちょうどぐらいですよ。コアラのマーチ8個がちょうどぐらい、でっかいですね。で、まあ一応もうちょっと入るかな。これも乗せてみようか。これ、全部で10個、10個でちょうどぐらいですね。横幅27センチって書いてたけどね、実際にどれぐらいかなっていうのはメジャーでもない限りは測れないですから、メジャーがあればいいんですけど、鼻メジャーで測ったら、29センチぐらいでしたね。さて次に回したのはこちらです。少し前に出た待ちぼうけ喫茶店のカラフルゼリーの場合ですね。こちら当たりが出るとなんとレトロな器がついていると。そして覗いたら3回目に出る位置に大きなカプセルが見えました。3回回してみましょう。大きなカプセルが当たりだと思います。1つ目は小さい、そうですね、当たりじゃない、レモンゼリーです。あ、なんかねゼリーっぽい素材でできてました。いつもの待ちぼうけの素材とは少し違います。そして2つ目ですね、2つ目も違うと思います。ウォーズマンの時も3つ目にあの位置から出てきましたから、あれ大きなカプセル、あれこれ当たりだ。2つ目に当たりが出てきました。コーヒーゼリー、さくらんぼが上に乗ったコーヒーゼリーです。さっきのレモンゼリーと比べても大きさは変わらないですね。どうして当たりかというとこちらレトロな器がついているんです。こうやって乗せて飾ることができると。ラインナップを確認しましょう。こんだけゼリーが全9種類あって1回300円です。当たりってはっきり書いてますね。当たりメロンゼリー、当たりコーヒーゼリー。3つ目がね当たりのはずなんです。大きなカプセルなんで。さっき2個目にコーヒーゼリー出たんで次メロンゼリーが出たらいいかな。一応3回目回しときましょう。ちっちゃい、当たりじゃない。あそこの位置にあるのは3個目に出てくるやつじゃないのか。待ちぼうけ3つ回しました。しかし謎が深まりました。カプセルトイマシーン奥が深いですね。あ、そういえばこの2人別れ話をしていました。続き見てみましょう。あたいが好きになった人はねあんたみたいなひどいオスじゃないんだよ。何言ってあがんだよ。俺よりいいオスがいるっつんなら連れてきてみろよ。もう来てるのよ。マジか。あんたにも会わせてあげる。私の新しいオスよ。さてシロちゃんの新しいオスがこの中にいますね。ワニじゃない、アザラシじゃない、チワワじゃない、モグラじゃない、キツネじゃない、こっちじゃないですね。パンダ、ウサギ、三毛猫、スズメ、レッサーパンダ、この中に、シロちゃんの新しい彼氏がおります。虚無1回200円です。シロちゃんの新しい彼氏は出るでしょうか。私が好きになったのはねこの人なの。違う、この人じゃないわ。2回目回します。次こそ出るでしょうか。おめえが言ってんのはよ、そこにいるやつが。この辺にコンビニありますか。こんなパンダじゃないんだよ。次こそ出ますかね。おい、なんなんだよ、あいつこっち見てんぞ。トイレこの辺にありますか。もう漏れてるんですけどね。漏れてんならもういいじゃない。ダメだろ。あたいが好きになったのはねあんたみたいなバカじゃないの、賢いオスなのよ。絶対俺のが賢いし。2人が4、2、3が6。マジかよ、マジで賢いじゃねえか。おい、でもよシロ、大事なのはハートだろ。結婚を考えてます。5波40。おいみんなコメント待ってるぜ。こちらの虚無シリーズ、あとスズメでコンプリートでした。さて今回もたくさんのカプセルトイをご紹介してきました。気になったカプセルトイはあったでしょうか。花のカプセルトイにウサギ、そしてグレタ猫、コアラのマーチのエコバッグ、そして待ちぼうけ喫茶店のカラフルゼリーの場合と虚無シリーズです。私が今回一番気に入ったのは
ダントツでこちら、スペラツペラのノーズメジャーです。これは本当によくできてますね。遊びでメジャーをつけたというわけじゃなくて、使えるメジャーの形がたまたま花だったという感じです。こちらの花も気に入ってます。こっちの花の方が気に入ってます。この花はね、本当におすすめですので、ぜひ見かけたら回してみてください。 IKEA とかニトリとか家具のサイズを測るのにちょうどいいかもしれません。ちょうどではないか、50センチまでしか測れないから家具測るのは向いてないかね。2番目に気に入ったのはコアラのマーチのエコバッグでした。さて今回の動画はここまでです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんに楽しんでいただける動画を作っていきたいと考えております。そのためには皆様の応援が必要です。ぜひともチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。皆様からいただいたコメントが私の励みとなっております。来週もまた土曜日に動画をアップできるよう頑張って撮影編集やっていきます。ぜひとも来週もご覧ください。それではまた来週。カプセルトイちゃんでした。